青コーナーファイターズイントレーニングカーロス・コンディット、赤コーナーパンクラスイズム北岡悟、選手入場。7月10日のファンクラス横浜大会で北岡悟対キングオブザケージライト級王者トーマス・シルス、この戦いわずか71秒で北岡の一本勝ち。今夜そのトーマス・シルスの敵討ちに同門の後輩この男が立ち上がりました。65キロ以上75キロ未満のウェルター級にあってひときわ身長の高い選手、なんと187センチあります。アメリカファイターズイントレーニングからカーロス・コンディット21歳です。レスリング、キックボクシング、ブラジリアン柔術をトータルにマスターしたコンディット。2002年9月の総合格闘技デビューから13戦戦い12勝1敗という驚異の戦績を残しています。また2003年9月立ち技バーリキュールシュートボクシングのリング、このシュートボクシングに続いての来日となります。そのシュートボクシングのリングでは K-1 ワールドマックス2005王者アンディ・サワーと戦っています。青コーナー187センチ 74.5 キログラム、パンクラス初参戦カーロス・コンディット。青コーナー168センチ 74.8 キログラム、パンクラス戦績25戦11勝7敗7分け、ウェルター級1位北岡悟。パンクラス2005スパイラルツアー 10.2 横浜文化体育館大会、続いては65キロ以上75キロ未満ウェルター級の一戦、5分3ラウンドです。赤コーナー北岡悟、パンクラス出雲を代表する一人として王者井上との頂上決戦まで敗戦は決して許されません。かたやパンクラス初参戦となります21歳のアメリカから登場カーロス・コンディット、187センチ、この身長は脅威です。バクさん、これだけ差がありますね、はい、すごいですね、見てるだけだ。19センチ差がありますね。これはもう前から何か本当にそうですねウェルター級のセームシルド、グローブ合わせます。21歳のコンディットに対して25歳北岡悟。この戦いは5分3ラウンド制となります。その第1ラウンドがスタート。ヒロトさん、はい、もちろんこの間合いですよね、一つテーマが。そうですね、これも今日お話をしているんですが、はい、結んだディスタンスではないということで考えていただくといいですね、うん、しかも前傾して構えてくれますから、そういう点では、ね、ああいう形で入っているんですが、今のは斜めに入ってるんですよ。ですからもうズバリドンピシャで左の腰をすぐね捉えられましたでしょ、はい、うん、でその時に右足を合わされないんですね。それ真ん中で入っていくとやられちゃいますね。ネオブラッドトーナメントの門馬戦なんてありましたもんね。そうですね。さあしかしここからパクさん、こう見る限りもグラウンドいろいろありそうですね。引き出しが長いですね、長いですね、ここまで回ってきています、
下からの攻撃が不要意に、ね、できないです ね, ですね、気をつけないといけませんね、うん。まあ、逆に北岡のこの体つき、逆にこう決めづらい体型でもありますけどね。そうですね、やっぱり彼は一番目がね、あれですかね、あのコンクラスは練習量多いかな。あ、そうですか、でやっぱり足を差し込むようにして、これアキレス腱固めの体勢に行きます。いいですよ、バクさん、お待たせのこう足が出来まる瞬間が、いいですよ、あ、いいですよ。さあ、そのまま伸ばせれば自分から回転しながらです。足を取っています。いいですよ、表情はまだ冷静か。コンディット、逆にコンディットの方も、あ、これ逆に足が長すぎて、手が届きますね、ここから。これは困ったな。うわ、足取っているのに手が届く。いや、もうこれはね、ある程度ダメージを与えるっていうふうに捉えててもいいと、いいかもしれませんね。ええ、さあ、そのまま腰をぐーっと突き出すようにします。決まってますよ、この方が決まってます。さあ、どうだ、表情はしかしまだ曇っていないのがコンディット。これ相当曲がってるように感じるんですけどね。アキレス腱、これ我慢して決めづらいタイプなの。決まってますよ。そうですね、うわ、でもここから体届いてきます。折りたたむように、まだしかし離しません、北岡。あ、外しました。早く立つことですね。そうですね、さあ、これスタンディングでも相当ダメージあるはずですね。そうですね、取られた、アイキック危ない。取られた方の足がね、だんだんね、体重かかんなくなってくるんですね。はははは。そうすると体が上がってみたり下がってみたりってなってきますから、その辺も注目してくれるといいですね。当然スタンディングの踏み込みにも影響してくるでしょう。影響してきますよ、構えがいきなり変わりますからね。そうですね、うん、しかし、バクさん、グラフにもパンチもらってるんで、ドキドキしましたね。そうですね、ただ手が長い、届いちゃうんですね、これ。あ、先ほどの佐藤光の戦いを見るかのように首に絡んでいきます。ここは胸を張って防いでいる。おお、 DDT の体勢に行きました。上からパンチを落とす、首を抱えています。うん、下からも今度北岡しっかり、これかなり首も面白い位置と見て、これサイドにもありました。これはうまくポジションを取って外しています、コンディット。さあ、上から残り2分、ラストミニッシュ、右手うまくフックしましたね。はい、あ、外しました。これはいい形、あ、しかしまだ足も絡んでるんですね、北岡が。さあ、逆にこれはアンクルホールですね。北岡も逆に足を取りにかかります。ヒールですね、ヒールホールドの体勢になりました。さあ、しかしこれ膝がどうだ、まだ曲がっている体勢ではありますが、北岡がかかとを取りに行きます。北岡君のポジションが変われば、お尻の位置が変われば決まるんです。そうですか、山口さん、でもこれチャンスは北岡なんですけど、パンチが届いてくるだけに、あー、ここは足もかかとで顔面に、これでも足こだわった方がいいんですか、こういう時は。そうですね、それだけハマってるという。あー、これはいい形です。いい形です、ね、さあ、そのまま絞っていく。あ、タップしちゃいました。今タップアウトありますかね。あ、今のが、あー、決めました、北岡。素晴らしい、バッカーお待たせしました。いやー、よかったよかった。これやっぱり本当、顔面のパンチは怖かったですけど、こだわりましたね。はい、こだわりましたね。こだわった方がいいんですかと、気合いの感じがあるでしたね。あー、でもやっぱり顔面これだけダメージがありますね。足でまた叩いてるから。1ラウンド3分57秒、最後はヒールホールドでこのコンディットを大振りされました。いや、試合前にですね、勝つことが自分の今日の役目なんだと、はい、それしか語らなかったんですね。そうです、日常ではよく顔を合わせるんですが、その通りの試合をしましたね。大変意志の固い試合をしました。これだけこう決めづらいですよね、これだけ足も長いですし、よくやりましたね。いや、逆にカルロス選手のですね、このあれですね、勝率の高さは伺い知れましたね。ああ、そうですね。あれだけ粘っこい試合をしてたら、やっぱり相当なんて言うんでしょうね、一本取れること難しい選手ですよ。そこから取ったんですからね、やはり北岡選手の技術力、そして魂ね、そういうものが素晴らしい、どん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 上昇しているというふうに考えていただいていいでしょう ね, そうですね、しかしこれですからね。北岡いつもね、精神的なコンディションも肉体的なコンディションもいい状態で上がってる選手ですよね。そうですね、いいね、でもこうなんかいい意味での青さを若さを感じる選手でもありますよね。そうですね、おっしゃる通りですね。まあ、以前私がこう格闘思春期っていうような言い方をしたんですけど、本当に戦いにすごくこうこだわってますよね、彼も。そして、あ、ベルトのマークですよ、これ。
はい、そしてやっぱり常にね、自分に対しても自分の周りに対しても、はい、何か不満分子を持ち続けようとしている、ね、あえて持ち続けようとしているところがね、彼のこうエネルギーになっているところ、そうですね、ね、でこんな拍手ですよ、この拍手の量がね、彼が 日頃やってる努力がね、すべて現れると思いますよ、そうですね、まさに彼のお箱です、1本でヒールホールドで切って落としました、ちびっこもこれ嬉しいですね、勝者からの拍手、ね、さあ、続いてはセミファイナルです、スーパーヘビー級の一戦、王座が強い対マイク・カイル。